岡田監督、CS 初戦が左の東でも前側で行くよ。阪神、岡田明信監督、66、和洋化、甲子園での全体練習で12日のクライマックスシリーズ、CS、ファーストステージ開幕戦、対 DeNA、甲子園、手前側浮用外野手、21、を先発起用することを明言した。相手先発は今季13勝をマークした左腕の東が濃厚。今季は左投手の先発試合でほぼベンチスタートだった21歳の若虎の成長を買い、相手エース攻略の秘策としてぶつける。ネット越しに見つめていた岡田監督が大きくうなずいた。甲子園で行われたシート打撃、前側のバットから快音が響き渡る。上崎の投じた内角低めの直球に肘を畳んでバットを振り抜くと、ライナーで翌戦に弾む二塁打となった。CS 初戦は前側で行くよ。この日は多くを語らなかった指揮官がクラブハウスに引き上げる前に宣言した。12日の CS ファーストステージ開幕戦、相手先発は今季13勝を挙げた東が有力だ。高卒3年目の今季、前側は6番左翼で開幕スタメンを勝ち取ると、116試合に出場してレギュラーシーズンを1軍で完走。打率269、4本塁打、42打点をマークした。一方で左投手の先発時はスタメンから外れることが多く、東が登板した5試合は全てベンチスタート。シーズン中、指揮官は左投手と対戦して崩されることもあるからな、打席でタイミングが合わんようになると意図を語っていた。だがシート打撃で守護神の岩崎を捉えた対応力を見て腹は決まった。終盤は左翼で併用し、9月21日横浜、宮東からプロ初本塁打を放った井上も選択肢の一つだったが、迷いは吹っ切れた。二塁打を浴びたい和崎も太鼓判を押した。前側が新人だった2022年3月に2軍のシート打撃で対戦した時と比べ、ちゃんと左投手の対応ができるようになっていると成長を証言。さらに前側選手に期待したい、期待できますと力を込めた。近本も相田が左投げ左打ちの選手は左投手を苦手にしないイメージがある。多分シーズン中は体力的な面も考慮しての起用だったと思うので、前側には期待したいね。何せ横浜にはある程度は打たれると思うので、4、5点取るつもりで頑張ってほしい。これは良かった。シーズンっていう意味では1年やりきる体力不足してるのもあるから、前側の疲労の部分で井上にもチャンスを与えるのは良いと思うけど。10月3日の今シーズン最終戦で相手先発がサウスポーの T 投手だったのに、前川選手を先発スタメン起用していたから、クライマックスシリーズの予行演習かなとは思っていた。ケイ投手から3打数1安打とまずまずの結果だったから、良かったのではないかなと思う。別に対左が弱いわけでもないからな。井上はある程度こう攻めれば打ち取れるパターンがいくつもあるから、穴が比較的少ない前川の選択はおかしくもない。ましてや東は前川とは初対戦のはず。東も様子見しながら投げてくるところに岡田さんはチャンスはあると見たのかも。いいと思う。もちろん井上にも期待してるけど、井上はまだボール球に空振りしてしまう課題が残るし、右方向に打てない。ランナーがいる時に一つでも先の塁に進めて泥臭くても1点を取りに行くつもりなら左の前側の方がいいのかも。前側は良いよ。怪我の多い選手やけど、今年は併用されたことが良かったと思う。構えが良いし、タイミング崩されても体の粘りがあるから、何とかバットに当てて試合を動かしてくれる。それにパンチ力もある。2年後に3割30本100打点やってるよ。岡田さんはシーズン2でも前川は左に対応できると思っていたと思う。しかし左投手で崩される心配があるとコメントされており、長いシーズン考えると右に限定して使っていたと思う。短期決戦でそのリミッターを外したのだろう。フォームが崩されるという理由でずっとスタメンを外していたのなら納得です。左右病とか言われてたけど、まだ若い選手のためだったんですね。空井の上で行くよって言われるぐらいにならなあかんで、井上は他の右打者よりほんの少し頭が出たと思うけど、井上使わなどない寸年ぐらい監督に言わすようになってよ。東からホームラン打ってる井上が先発でいいと思うけどね。ベイスターズはリリーフも右ばっかり、左のライダーが糸原一枚では心もとないし。さすがです。他に言葉はありません。1年レギュラーシーズン通すにはまだ体力面で不安があるから、左の時は前川選手の代わりに右打者入れていたとどっかの記事で読んだことある。来季からは完全なレギュラー目指して東投手打ちお願いします。将来的には3番を打ってほしい選手。佐藤輝や森下より率を残せるからね。掛布さんの後継者は彼しかいない。レフトのレギュラー争い、実質一歩抜けている。強打力は井上だが、右京の粘りの打撃で活躍願う。 CS はおまけみたいなものだし、良いんじゃないでしょうか。若手にこういう経験を積ませて未来の主軸になってくれれば良い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。